はい、皆さん、こんばんは。金曜日の夜、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。どんな一週間をお過ごしでしたでしょうか。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心整う世界。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よおろ願いしくしおお願願いいしします。ます。よろしくお願いいたします。ライブになってます。大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、いつもの通り、一中節の歴史から読ませていただきます。一中節は、江戸浄瑠璃系三味線音楽の源流。初世都大友一中は、建安3年、1650年に、京都妙福寺住職の次男として生まれ、当時京都で盛んだった様々な三味線音楽を次第に統一し、後には江戸にも進出して、一中節を確立しました。江戸時代には一中節の稽古場のない家はないと言われるほど、一中節は一世を風靡し、江戸の町人の上流階級に愛好され楽しまれてきました。最初にシンポジオンのちょっとお話を。次回が、再来週になりますかね。再来週3月の終わりの3月28日になります。これは両方一中節の万休みちゆきっていうのは、万休っていうのは万屋久右衛門、あるいは万屋久兵衛と言いますけど、実在の大阪の豪商の、瀬戸物、あと器とかそういうものを扱う人ですね。その豪商の、若旦那なんですけども、松山という遊女に入れ上げて、お金を全部使い果たして、放蕩の限りを尽くして、それで最後には発狂してしまうという、この放蕩ぶりが、井原西鶴がすごく、魅力を感じたらしくてですね、浮世草子に書いたのを、後々、このいろんな浄瑠璃になって、それがまず、一中節はかなり古い本なんですけど、坂田藤十郎という、上方歌舞伎の創始者ですね。江戸は市川團十郎、上方は坂田藤十郎という人がいたんですけど、坂田藤十郎というのは残念ながら代々代々継がれていくことがなくて、この間亡くなられた方が何百年ぶりかなんかで名前を名跡を復活されたということがありましたけども、それで、それと、それを大正年代になって、で、時和で「ワンキュー色紙送り」という曲ができて、これも同じ万屋久兵衛が、主人公で、やはりそういう、放蕩の限りを尽くすと。で、これ放蕩の限りを尽くして発狂しちゃうって非常に悲劇なんですけど、これがやはりこの中で両方の曲に共通している言葉が「知恵も器量も」寝台も皆淡雪時うせてという、そういう、こういう遊郭とかですね、あるいは博打とかそういうのにのめり込んでしまうと、もうどんなに知恵があったって、どんなに才覚があったって、どんなに財産があったって、どんなに器の大きい人間でも、すべてそれは一瞬のうちに淡雪と薄い雪がファッと消えてしまうように、儚く消えてしまうものだよというふうに、言葉が美しく曲と歌詞で語られてるんですね。これがとても、これによってそれにのめり込みそうになった人は随分救われたんじゃないかと思います。これに飲み込んだら、あ、全てが失うんだなという非常な警告になって、それが美しく語られてて、だけど警告になってる、そういう意味のある曲だな、僕は思っておりますので、それをよく曲からポジションで感じていただこうと思っております。がとうございます。楽しみです。はい。ちょっと後ほど、お持ちする絵の方も、ちょっと小山さんに説明していあ、はただこうい。かなと思います。はい。5月12日ですね。はい。そうですね。初世都大友一中没後300年の法要が
行われるといまあ、うこと没後で。300年の法要ができるっていうのはね、なかなかないと思いますので、それでまして、この初代一中の生家で、直系の子孫のご住職にお経をあげていただくという。で、この間も、あれで、僕の演奏、300年の、没後300年記念演奏会のプログラムとかに載せた画像、初代一の画像は、この妙久寺さんが大切に保管してあった画像を写真にさせてもらったものですので、それで皆さんで、法要に参加していただければ、現代までこの一中節が、自分が作った一中節が、まあ、満足する形かどうか分かりませんけど、こうやって楽しんでくださる方がいらっしゃるんだということを大いに報告したいと思ってますので、ふるって皆さんご参加ください。それで、まあ、法要、極曜っていうのはみんなで楽しむことをお供えするということなので、その後はバスを用意していただいて、嵐山まで行って、で、嵐山の熊彦という丹熊さんが、経営する料亭でお食事をいただいて、それで船を出していただいて、嵐山のかつ、あのを、あの新緑を船で楽しもうという企画になってます。で、その後また船から上がったら、まあ、それ30分ぐらいだそうですけど、で、船からまたそれが済んだら、京都駅までバスでお送りするという形になってますので、日帰りでも全然大丈夫ですので、ぜひご参加ください。またちょっと料金的なことがはっきりしてないんですけども、ちょっと今いろいろ計算してますので、そういう形でよろしくお願いいたします。ぜひご申し込みください。じゃあまだ申し込みとかもまだってことですね。そうですね。まだ具体的な申し込み方法。こちらもまだもですよね。もう少し先ですからあ、ね。そうです。これも6月のことなんで、これは音楽と美術ということなんですけど、江戸時代のね、美術と音楽ということなんですけど、美術に対しては皆さん非常になんとなく知識は非常にというか、あれだけど、音楽についてはほとんど皆さんが知識がとか、全く知らないということなので、そのこういう美術ができたときに、こういう音楽が実際にこの絵を描いた人は身近に聞こえていたっていうようなことをこういろいろ検証しながら、その美術の作品を出光さんのところから画像で持ってきたいと言われて、それをホテルオークラ曙の間のスクリーンで映しながら、とかその後の浮世絵とかですね、出光美術館の肖像のいろいろ名品を見せていただきながら、仙崖さんのとかですね、で、それに、ちなんだ曲を少しずつ演奏して、それで、対談をするという企画ですので、これもぜひ、これは大蔵なので、そんなに大勢は入れないんですが、100人限定で、まあ、お食事をしていただきな、いただいてから、演奏と対談を楽しんでいただくということになります。これもぜひ、ご予定ください。6月9日のお昼からですって、よろしくお願いいたします。オンラインお稽古も引き続き、募集しておりますので、遠方の方とか海外の方はぜひご検討ください。あとあれですよね、3月24日に良忠先生の演奏会もあり。はい、まだ空席あるみたいなので、あ、そうですか。ぜひ、はい。ちょっとうちの息子がちょっとアメリカにいるので行けないんですけど、ああ、はい、はい。慶応に竹の会という和の、まあ、全部、和のその文化のその楽器を演奏するサークルみたいなのがあるんですけど、まあ、外国の留学生もいるような感じで、ああ、で、そうそでこすのか。方とお話ししていて、よかったらどうですかみたいなお話ししたら、ぜひ行かせていただきますとのこああ、とそうででしすたか。あので、あ、ありがとうございます。ぜひね、やっぱり今まで聞いたことのない方にぜひ聞いて、もちろん解説を領中がいたしますので、聞いていただければと思います。ではでは。先週のアートフェアの続きのお話をお聞きできたらなと思いました。ちょっと写真をいくつか増やしたんですけど、この下があれですよね。VIP のラウンラウンジ、ジです。私行かなかった、行きませんでしたけど、ランさん行きました。
あ、行ったんですが、とても並んでたので、あ、並んでたんですね。もう、はい。ちょっとだけ、先に並んどいてお客さんだけ入れて、私たちは出ましああ、た。そうだったんですね。これ、全然あれなんですけど、海外のアートフェアって結構、そのシャンパンメーカーとかがね、もう前面に出てきて、ね、みんな飲んだまま歩くっていうのが一つ、こうね、あるけど、多分やっぱり日本はあそこは飲食の規定がやっぱりあるからなんですかね、と、アートフェア東京は。なんか、会場内飲食はあんまりダメなのか、なんかこう、海外だと結構みんなグラス持ったまま歩き回る人いっぱいいるじゃないですか、なんか。そういう点でも、まあ、その演どう奏でし会ょでうもね、ね。ロビーそうででシす。ャンパンとかワインとか出してね、日本はそういうのは、昔は歌舞伎なんか本当に客席で食べながら見あ、てたん言いまで、すよね。お食事ね、のおと酒こもろね、ね。お酌にも来たし、お茶も持ってきおたしゃみくたいにな。も。ああ、おそう茶です国来ちゃか。う。横浜で行われた昨年の東京現代ですね。海外のギャラリーが多かった。現代はシャンパンのいいかなが協賛をしていたんです。なので、ブースがあったんですが、ただやっぱり回って、飲んで回る、海外のような雰囲気にはまだちょっと至ってなかったなって記憶してね、まなんす。かやっぱりそれがちょっとなんか一個だけ、あ、でもそうは言ってもね、そのこのアートフェア東京って5万5千人入るって、やっぱ日本の他のイベントからすると、そのね、アートで4日間で5万ってすごいすご話でいですよすね。ね。すすごいごでいですすね。ね。主催者の方と、さっきこの間話しましたけど、なんか今回はなんか別のすごい手応えがあったみたいなことを言ってました。ああ、そうですか。今週ですね、話したときに。はい。あ、そうですか。ね、お天各気ブーもスが良くなかっいたのろに、皆さんね、たくさん来ていただいいろ、各て。ブースがいろんなことをやるんですけど、うちはちょっとこうやってね、カクスダコクタっていうのをやったんですけど、意外とうちもね、十何点ものが動いて、結構喜んでもらったんですけど、あ、すごいでたます。たまこんな人たあれち。です、秋元さんって21世紀美術館の感じで、今ね、あっちに行っ秋元た。先生来てましたね。たまたまね、今日もね、別のところでお会いしたら、なんかお話してたら、なんか面白いのやってたね、みたいな、なんかこう、ちょっと、これやったんだ、みたいなものをやったよね、みたいな感じで、結構だから、そういうのブースがそういう面白いことをやるっていうのの意味があって、なんか、ちょっとそういう意味では、やっぱりイベントとしてはすごく楽しいですよね、やっぱね。と思いましそうた。あ、ちなみにこの作品を次回のシンポジオに持っていく予ああ、定はまだ決まってないです。ほぼ決まり。まあ、一応これを持っていこうかなと思ってるんですけど、これもね、ちょっと面白いのが、あれなんですよ、今回やって分かったが、そうそう、ランさんにもあれかもしれないですけど、僕ら、近代のものをやってる人って、現代美術って基本的にはもう、今、大体キャンバスのまま描けてるようなものが多いじゃないですか。で、そうすると、あれって、むき出しだから、いわゆる本当に絵の、本当の色が出たり、マチエールが出るっていうあれなんですけど、近代のものってこれ、額に入ってるんで、大体アクリルが入ってるね、ガラスであったり、アクリル。で、それがね、人の視線を、だから、美術館のガラスの中と一緒で、ちょっとね、本当のあれが見えなくなるんですけど、今回ね、今こここういうに感今、じに写なっち真ゃうんは、ですよね。そうそう、これ光るんですよ、こうやって。それが、さっきのやつじゃないですか、このね、このもう一個前のやつあったじゃないですか。これバとナか、ナスこ入っのてます横に、ね。この柄、これは抜いてます、これ。抜きましこれ、たこね、これ。こ。ただで、なんちょっですと変けわど、りますよね。全部ちょっと全浮きく出たそ感の、じになりますよ肌が見えるんね。で、こういうのを、なんか、だから今度はシンポジオンはそのまま剥き出しで持っていくんで、それをちょっと先生に見て、多分ね、感じしと違うんでこう。すよ。これ、やっぱ大事な話だなと思ってですね、意本当外とのだね、から、この本物感が出ますよね。なんかこう、桜が浮き出てくるよう、迫ってくるよう確かにね、数年前にね、現代美術のブームというか、なんか新しい作家のブームがあったんですよ。ただ、に。それはもうもちろん陶器とかそういう陶器の部分もあったんですけど、多分普通の、例えば白い壁に現代美術的なああいうキャンバスむき出しがあると、ちょっとかっこいいっていうのは時代的にあったんですよね。で、あれは、そのままの色が出るっていうのもあるし、実はあれは、そこを狙ってたわけじゃなくて、やっぱりその、作家にも半分、なんか、なんでしょうね。作家との、
こうやり方というかあれなんですけど、あんまりその学代とかをかけたくないから、むしろそのままかけた方がいいんじゃないかみたいな、そういうことをなやっるてたほど。ら、意外と逆にうまくそれがはまったっていうのがあって、こう結果的に実はそういうことを意識してるわけじゃなくて、でもなんかその、ああいうなんかその、なんていうんでしょう、そのまんまが良かったっていうのがね、面白いところ。ただやっぱりこの逆にコレクターは、そのままのむき出しのもって、買った後に、ね、困るんですよ、意外と。むき出しすぎて。で、やっぱ保管と保存を考えると、ね、意外と難しい部分とかが出てくるんで、ただやっぱ僕らみたいな近代のものは額に入ってますけど、そうアクリル入ってるから、ね、よく見えないんですよね。こういうので、多分なんか、この辺のちょっといろんな要素って実はあって、その意図してない部分のなんか難しさっていうのがあるなっていうのはすごくよくわかって、だからうちはとにかくもう全部外せって言って、今、外してます、なんか額となか、るほガラス。ど。すごく素敵。でも結局額、まあ、家に本当にかけとこうと思うと、まあ、アクリルとかあった方が、例えばそうだね。あれしないんですよね、そのなんかその、ぶつかっても問題ないし、例えばほこりもくっつかないしっていうのがあるんで、こやっれ、ぱり軸っていうのは閉まってる時間のが長いから、引き出しで大そうです事。ね、でも軸はよく見えるのはやっぱりむき出しなんですよ、結局ですね。ああ、そういうことですそうですね。よね、軸本当はの色絶が見対えそうるでとすころ。ね、こういうね。そこら辺の、なんかその、いわゆる本当の良さっていうのを、まあ、伝えるのも必要だなっていうのは、まあ、こういう経営やるとわかるなっていうのは思いますね。で、人間って不思議なもんで、さっきみたいにちょっと光ってると、光ってることを気にしちゃって、やっぱり物を見ようとし、本能的に、これって人間の持ってる独特の、持ってる感性なのか、脳です。なんかこう違うことを考えてしまうっていうだけで、だからそれそうがなでいすと、なんね。か、集中するんですよね、逆になくなった瞬それ間は、に。だそうでから、す。もう全く違いますよね。それ一枚アクリル通しちゃうとね。うちも展示してる最中で結構書き換えたり、額外してみたり、いろいろやってみたんですけど、やっぱりその後と前と全然反応が違うんですよね。面白いですよね。そういう意味では面白かったです。あと照明もやっぱりね、外した方が良かったですね。なんかちょっとこう、桜がほのかに染まるような感じもあります。ライトの。なるほど、まあ、照明実際もにね、非シン常ポにジオン大で事見ですていよたね。だけると、また違いますけどね。楽しみです。ですね。あと他の作品はちょっとコンテンポラリーの写真はあまり撮れてないんですけれども。でもまあね、その、ね、こんな150の感ブーじスっで、ていうのは、5000人が入るっそうていうでのは、すもう素晴らね。しいかなと。これはまあ、多分本当にこの間も話しましたけど、やっぱりその、世界の、海外の、アートフェアと違うのは、やっぱりその、古美術っていうのもあるっていうのは、ちょっと面白い世界だなと思ってますね。これそは、うか。そうなんですよ。基本的にやっぱ近現代っていうのは、やっぱり一つのアートフェアはね、もともとなんですけど、そうか。その、それより古いものがあるっていうのは、ちょっと面白い。あ、そうでやっすぱね。り私日本もの思歴いま史しのた。長さですね。なんか、コン継テンポ続ラしリーてるとね。も、両方あることによって、なんかすごく贅沢でした。なんか、投稿もしましたけど、なんか、文化だから史でを見もてるかのようでした。本当の多様性はそこにあって、その趣味もあれもいろんなものがあって、その中で好きなものを選べるっていう意味では面白い部屋だとは思い今ますよ、こもれちをろん。いいなと思って鑑賞したり手元に置いたりするっていうのは、もうこれは古美術でも自分にとっては今のものですね。今素敵だってでも、感そういじうこるととなんこでです。も。その世界を知らないっていうね。いつ時代だからどうのってことじゃなくてね、今これがいいと思お客様とかと回っていると、現代アートが好きだと思っていたら、いや、実はと、現代に目が慣れてくると、やっぱりまあ、近代っていう時代のところでの、素晴らしい方々の絵が今でもファンがいる理由っていうのがよくわかるようになるといああ、うなるほのど。を、それはすごい、いいそういうこ意味とでではすすね。ごい楽しかったです。結構こうやって長いことアートフェアもやってて、ある時から皆さんちょっと気づいて、あ、新しいが全ていいんじゃないんだっていうのは、なんか面白い感じをね、なんか皆さん意外と冷静になってくると、そういうとこあって。
その新しいもので、まあ、今のものだから目を慣らしていくと鑑賞力を、そうすると古いものの良さが初めて分かってくるっていうのありますよ。いきなり古いのだとちょっと遠く感じる、古臭さが出ちゃうかもしれないけど、それはそのね、新しさを見れるようになるっていうのはそなういうる意味とで思いこういまういすろんね。なものが一箇所にあるっていうのは面白い話面だと白いで思うんすでね。すよ。そういう意味では今日言ったこの戸田先生の作品とかもう新しいと古いがこう混在しているような素敵そうか。な、ですよね。この作家さんはなんかそういうなんかその今の焼き物なんですけど、やっぱ古いものが好きだから、古っぽいものを焼きたいから、こういうちょっと雰囲気が入ってるんですよね、やっぱね。こういうのがやっぱ面白い。この間突然ですけど、その九段ハウスっていう、あ一れ緒にやっはてましたね。なんか僕もあの前にね、その存在は教えていただいてたんだけども、まだ行ったことないんですけど、どんな空間なんですか？もともとだから古い建物を今回もう終わっちゃいましたけど、先週までフェアでやったんですね、イベントとしてやってたんですけど、まあ、ああいう古い建物を使いながら、まあ、現代美術っていうのをやろうということで、まあ、現代美貸し術家の席みたいいにろんななってるわけ、その九段まあ、ハウス完と全にいう。場所を借りてるだけです。だから、ですから、うちがよくやってる、銀座シスラエって本の撮影とかと同じで、その場所を使って、しようかみたいな。なんかギャラリーやホワイトキューブに置かれるのがコンテンポラリーが多いんですけれど、もう少し鑑賞するとか飾るっていうことに視点を置いて、建物を選んでフェアをやってみようっていう試みだそうです。ああ、じゃあまさしく失礼と一緒ですね。勝失手に礼ややでられすてね。いる、まさにその通りだと思います。なんかあそこは川端康成がゆかりだったりするんですよね、なんかね。それだからなんああ、かそうそなんの、ですか。川端康成の作品なんかも並べてたりとかして、なんか。靖国神社の裏の方でしょ？真裏です、真裏です。なんか行政なのか、行政とあ行の政の辺間はとね、か。僕子供の頃からね、あの辺育ってるから、すごい屋ああ。敷がいっぱいありましたよ。ああ、そう本当になんで頼すもうか。みたいな玄関のね、名車さんでね、河本さんって名車さんなんだけど、すごいそういうね、すごい武家屋敷みたいな玄関から入ってて、すごいうちに、そういうお医者さんがあったりして、あの辺はすごいそういう屋敷が残ってましたね。でも素敵なお家でしたよね。モダンだし、丁寧に作られてるっていう感じで。そうですどなね。たの家だったとかっていうことは、特に。ですね、書いてありましたね、ちょっと。誰かの、そういう。どなたかの、もちろん個人そう宅ですね。ですそうよでね。す。でも結構すごくお金をかけて作られてて、有名な建築家とか内装とかも全部こだわっよくて。ね、それそうやって残していただいて、そういうふうに有効利用してもらうといいですね。古いたって、やっぱり古いというか、古けりゃいいってもんじゃないけど、その本当に実際に生きて使われてないと、やっぱりね、ダメなんですよね、空間っていうのは。ただその入場料を取って、拝観料を取って、はあって見せるだけではね、もうその建物は死んでるんですよ、悪性みたいになっちゃってて。いつもそう思います。でも、震災も大丈夫だった。耐震もしっかりしていて、まあ、戦火も免れてっていう、ふうに書いてありました。まあ、なんか素敵な佇まい。山口万吉って言うんですか、これ。そうですね。そういうお名前に。新潟、長岡出身の財界人、五代山口万吉の子弟として建築された。まあ、スパニッシュ様式だから、あそこみたいなもんですよ。あそこの、小笠小笠原原伯直爵邸みで。たいな。あれもスペイン方針のあれだったから、多分ああいうのですよね、だからね。なんかそういえば、小笠原伯爵邸でオークションやりますよね。やるのかやってるのか。そうですか。大きいオークションやるらしいです。そういえば今思い出しました。なんかまあいいですね。なんか流れ的に、
芸術が元気になると、なんか日本も元気になってる感じがして、とてもいいなと思います。まあこういう三味線音楽も本当は清居ホールとかはあまり良くなくて、やっぱり金田中さんとか新喜楽さんとかね、松山さんとかそういう料亭のああいういい座敷だと自然に音響設計なんかもちろん全然されてないんだけど、むしろそんなことされてない方がいい音がするんですよね。京都の和久傳さんとかで、もう驚くほどいい音になこういうなんかフェアとかやってる人は、例えば後にね、やっぱりいろんなことをやっぱり企業なんかも参加していろんなことやってくると、ります。まあ、しょうもないのもいっぱい出てくるんですけど、意外と、皆さんって、確かに。例えばアフェアだって、こう、だんだん慣れてくると、結局いろんなもの、いいところ、いいのは何だろうってことで、冷静になってくると、本当の、だからちょっとアドリア時計、すごい意味で落ち着いてきたんで、いいかなって皆さん感じなられるるほんですど。けど、もうちょっと、みんな何でも猫もしゃくしも流れちゃうんで、あれなんですけど、結構日本人はやっぱ感性と見識が高いんで、ある冷静になった瞬間にとってもいいものを選別できる国民性はあるんですよね。ただちょっと流それさはれるっていね。う弱点もあるか流ら、されるね。みんながいいっこのていう2ものつが好できこでう、すからね、してるところ値段とも。かに騙されたりもするし。でもやっぱ最終的には意外といいところに落ち着くような感覚はあるとは思うんそでれすはね。救いですね。そんな気はしますよね。まあ、それだけ作家としては厳しいし、まあ、こちらの演奏者としてももちろん厳しいんだけど、そうじゃなきゃね、育てていいものできませんから、厳しければ厳しいほどいいわけですからね、鑑賞者がね。だからなんか分かりやすいのが、もう流行れば流行るほどすぐ廃れるっていうのが、もう完全に分かりやすい。どの業界がどんなもんでもそうなんですけど、なんかこれそうすでごいす今ね。来てたら、もう絶対落ちる前触れみたいなところですからね、なんかね。音楽これ業は界分のかりやすい。話でそういうのありまして、こんなに流行るんだからいい曲なわけがないっていう、そういうなんか、言い伝えというかね、ありますよね。ありがとうございます。じゃあ、ご挨拶させていただきまあ、あす。りがとうございました。はい。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心整う時間。また来週の金曜日にお会いいたしましょう。ありがとうございまありしがとうございた。あます。りがとうございました。ありがとうございます。ラウさんのインド講座をちょっと。